先皇后は、明の、第六代、第八代皇帝である英宗の皇后である。ワイアンフカイ州の人。聖二品都督同地の先鷹氏の娘として生まれた。母は、陳氏。正統七年五月、太子皇太后長子に選抜されて、英宗の皇后となる。英宗を一途に愛した。土木の変では英宗が、捕虜になった上、兄弟二人が戦死した。 忍事宮に移された、先行号は、ショックから濡れた地面に寝て泣き崩れ、日々と天へ向き涙ながらに訴求し、体に障害を患い、右目を失明し、また足が不自由となったとも言う。脱門の変で、英僧が重訴すると、再び皇后として立てられた。英僧の間に生きている子供はなかった。このため、周期に太子の明美神が生まれると、先行号は、 皇后の地位をめぐって、秀士と争った。英宗は放御する直前、先皇后を廃位しないよう命した。先皇后は、英宗の放御から4年後の成果4年に死去した。死後、英宗の異名による合葬は、皇太号となった秀士の反対で実現されずに、終わった。皇祖婚、僕広江明日と京天金清英皇后の死亡を送られた。千択氏の制裁ではなく、 関係は不明。風光が生果8年までなかった。千鷹氏の制裁の奉仕が婚礼の際に実母のふりをした。千鷹氏はすでに没死しており、この二人以外に兄弟はいなかったため、戦士の実家は一度断絶した。しかし、翌年、ゼニ将の井原の子が生まれた。英宗の溶接した長女は、生没年、実名、以後、送りな。 実母について記録が全くないが、先行号が聖母の可能性はある。ありがとうございます。